週末、一人で夜空を見上げることはありますか？都会の雑踏の中で見上げる夜空でも、高原の澄んだ空気の中、満天の星の輝く夜空でも、波間にきらめく月明かりの夜空でも、あなたが人恋しくなったら、僕のお話を聞いてください。さて、今日はこのお話をご一緒に。すずね色音の葉音の葉。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。最近パートナーの行動が怪しい。あいつ浮気してるんじゃ。スマホに知らない人の名前が。その真実、探偵に任せてみませんか？ガルエージェンシー埼玉川越は刑事27年の勤務経験を生かした調査、報告を丁寧かつ迅速に行います。不安を解消し、不安のない生活を取り戻すことが使命です。ぜひお電話ください。フリーダイヤル 0120-488-007 0120-488-007 ガルエージェンシー埼玉川越まで。鈴音色琴の葉音の葉。時は大正ロマン華やかりし頃、世は戦争への機運が高まっているが、その足音をまだ誰も聞こうとしていない。まして鬱蒼と生い茂る森が世間からこの場所を隔離しているようだ。泉流宗家は静かに、確かに250年の前の道を歩んできた。第15代宗家泉正太郎が車寄せから車に乗って出て行った。それを止めることもできず、妻の泉佳秀が歪めた顔を見せたくないと深々とお辞儀をして見送った。桜の花びらが風に散る様子を、空知らぬ雪と先人は言う。空知らぬ雪かと人の言うなれば、桜の冬は風にざりける。男が杯を傾け、紀貫之の歌を朗朗と歌った。冬の嵐がガラス戸を震わしていた。一人の部屋から稽古場へ向かう。凍りつくような稽古場に踏み入ると、ピシッと床が鳴った。ここのところ、なかなかに舞が舞えないでいる。心がちりぢりに揺れているからだ。我が夫は、今宵も帰ってこないのだろう。誰のもとへ通っているのか。彼が何も言わず出かけた夜は、私はいつも稽古場で朝を迎えている。舞い始めの少女だった私が、夢中になって待っていた頃が幸せだった。自分が家元と結婚するなどと思っていなかった。それは、夫も同じだったと思う。先代が私を息子の嫁にと言ったのはなぜだろう。夫は、家元はなぜ受け入れたのだろう。そして私は、なぜ結婚を承諾したのだろう。わかっていた。おこがましくも、私は彼が好きになっていたのだ。ずいぶん昔のことだ。
舞に迷いが出て苦しんでいた時に、一人稽古場で待っていると、夫がふらっと入ってきて黙って私の舞を見ていたが、舞う時は自分の心と向き合わないとね。鏡に映る姿形だけを追ってはダメだよ。大丈夫。迷いは稽古の産物だ。君はたくさん稽古してきたんだね。ただの気まぐれだったとしても、私にはかけがえのない言葉となり、深く感謝した。尊敬の念は憧れへと変わり、大切な思い人となっていた。それに気づかないまま、10年、あの背中を追ってきたのだ。彼が次期家元になるのであれば、どこまでも支えていきたいと思うようになっていた。それが、突然結婚となり、私は彼の家元としての立場ばかり守ろうとしていた。支えるとは、そんなことではなかったのではないだろうか。結婚してしばらくすると、彼は夜になると外出するようになっていた。一人寝の夜は、つい悲しい思いにとらわれてしまい、眠れないまま朝を迎えることが怖くて、稽古場へ向かってしまうのだ。つま先の感覚がなくなっている。それでも舞い続けた。吐く息も白く、かじかむ指先では思うように扇が持てない。それでも舞をやめたくない。今の私は舞うことだけが生きてる証だから。日中の稽古場は華やいでいる。彼のしなやかな所作に誰しもがため息をつく。手に取れそうでいて永遠につかむことのできない水面の月。弟子たちが舞を舞う先にある彼でしか到達できない境地をそう称える。それでも、馬鹿な私は水面の月を手にしたいと本気で思う。私は稽古場の隅で必死に目で追い続ける。光り輝く月が彼であるのならば、私はその光が映し出す深い影でもいい。彼と一緒に舞いたい。そう思ってきたのに、現実にその夢が叶うとなると、嬉しさよりも恐れる私がいた。鈴音色琴の葉音の葉。役者小林彩乃が好きな映画を好き勝手に語りまくる番組、ジャスト5分だいい映画見れたか。小林の小鳩のような小さな胸を震わせた笑った映画、泣ける映画、ゾクゾクした映画、燃えた映画、萌え萌えした映画、とにかく素敵映画を布教しちゃいます。みんなで一緒に映画を楽しもうじゃないですか。各週金曜日ポッドキャストにて配信中。いやー、映画って本当にいいものですね。 Try to the next stage アルファ。と息を吐き出し、彼が待っていた桜を舞う。4月に家元と連れ舞いをしなければならない。風の音だけが私を包む。どれくらい経っただろうか。今日もうまく舞えない。舞うときは自分の心と向き合わないとね。彼の声が聞こえてきた。全然ダメだ。幾日と続く一人の舞。もうすぐ家元と舞わなければならないというのに。今日はこれくらいでやめよう。稽古場を出た中庭には早咲きの桜が一本植えてあって、
その桜が今を盛りの満開だ。季節が春へと変わっていることを私は楽しめていない。足を止めて見上げると一陣の風で花びらが舞った。空知らぬ雪かと人の言うなれば、桜の冬は風にざりける。気の貫雪が千年の時を超えて私に問いかけている。桜の花びらが散っている様は空を知らない雪のようだ。だとすると桜の冬とは風のことだったのだな。桜が咲くほどに季節は暖かくなっている。それを私は冬のように冷たい心で待っていた。そうだ、これではいけない。この美しい景色を、空知らぬ雪を両手で受け止めよう。そして散ってしまう桜を悲しむのではなく、また巡り来る季節を楽しもう。空知らぬことは寂しいことではないのだ。かたくなな自分という桜の木に風が吹いていた。花びらを散らさないためにつぼみのままでいようと無駄なことをしてきたような気がする。空を恋焦がれるだけの桜の木でいてはダメだ。空知らぬ雪が舞うとき、桜の晴れ舞台に違いないが、花は咲き、鮮やかに風に舞う。そして、緑の葉が生い茂り、赤く色づき、その葉もまた散ってゆく。冷たい北風も、その身で受けて季節は巡り、また、見事な満開の時を迎えるのだ。もう一度舞いたいと、稽古場へ向かった。ふっと、体が軽くなっていく。ゆっくりとまぶたを閉じて、己一人を舞台に立たせた。桜を舞うとき、その輪廻を、つま先にも、指先にも吹き込んで舞わねば、桜ではないのだと気づく。私も、粛々と、季節を巡らしていこう。四月の連れ舞いのためではなく、いつか、家元という月を映し出す、清らかな水を満々と称える、湖となれるように。男が女と顔を見合わせ、二人はにっこりと笑った。恋は波のようなもの。力押しでも、さまようだけでもダメですな。もっと軽やかに行きましょう。そう言うと、男は厳然と女の手を取って抱き寄せた。鈴音色、琴の葉、音の葉。世の中、右を向いても左を見てもチャチャを入れたいことばかり。あんなことやこんなこと、神羅万象、エトセトラ。正義のヒーローから近所のおばちゃんまで、ありとあらゆるパラドックスにチャチャを入れまくる辛口トーク番組、チャチャ入れおじさん。各週金曜日、ポッドキャストにて配信中。 Try to the next stage アルファ。空知らぬと歌うは、菅野二。
空知らぬ雪と歌うはかの君か。お聞きいただきました。いかがでしたでしょうか。番組公式サイトのメールフォームから感想などお便りをお待ちしております。それではまたお会いしましょう。岡部鈴音でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。